どうも、目玉 YouTube チャンネルです。今回はこちらの企画になります。樋口氏に聞くアイビーブルーの作出について。まず樋口氏に取材をしてきました。アイビーブルー作出の経緯、透明林のメダカを飼育している中で体内光がブルー、シルバー、グリーンなど出現していました。ブルーが綺麗だったので固定化できないかと挑戦したのがきっかけでした。後に紹介しますが、何度も何度も掛け合わされて作られております。交配種については、透明林の黒系メダカにみゆきの体内光、そしてできた子、孫、さらに透明林、みゆきの体内光を何度も何度も掛け合わせました。その中で上身と横身でブルーが楽しめるように流大していきました。白容器の横身です。透明林の特徴である濃い赤い頬は特徴的です。白容器では涼しげなブルーに見えますね。個人的には白容器のこの涼しげなブルーがおすすめです。こちらは樋口氏に11月頭に送っていただいたアイビーブルーになります。これからの採卵でどんな子が生まれるか楽しみにしています。室内ライトが暖色系ということもあり、色の表現が違って見えますが、後ほど一眼レフで撮影したものに関しては白系ライトで写しておりますので、そちらもご覧ください。こちらが一眼レフで撮影したアイビーブルーになります。次に黒容器の横身になります。先ほどの白容器の横身と比べてどうでしょうか。こちらの方がより色に深みがあるように見えます。黒容器では透明輪の濃い赤い頬がより濃く表現されており、ブルーもより濃く表現されています。涼しげなブルー、もしくはより濃いブルー、どちらでも楽しめるのがアイビーブルーの良さですね。後ほど触れますが、アイビーブルーの体内光のブルーは遺伝しやすいという見解があり、今後の展開として掛け合わせに使っていくことも一つの楽しみです。掛け合わせについては最後の方に触れておりますので、よかったらご覧ください。こちらは一眼レフで撮影したアイビーブルーになります。ブルーが濃くかっこいいですね。白容器の上身になります。先ほど横身の方でも涼しげなブルーと表現しましたが、上身でもこの涼しげなブルーが楽しめます。後ほど選別のポイントでも触れますが、体内光の青さが個体によって違いますので、一番の選別ポイントは体内光の青さで決まってきます。より体内光が青い個体を選んでいきましょう。こちらが一眼レフで撮影したアイビーブルーになります。続いて黒容器の上身です。横身容器でも同じ表現を使ったので申し訳ないですが、より白容器よりも深いブルーになっております。また白容器のアイビーブルーとは何か違ったメダカに見えますね。白容器、黒容器、皆さん好みが分かれると思いますが、白容器でも黒容器でも楽しめるアイビーブルー、とても魅力的だと思っています。こちらが一眼レフで撮影したアイビーブルーになります。ブルーが濃くかっこいいですね。
それでは選別のポイントです。 1.5 センチくらいでブルーが濃い稚魚が出てきます。その選別が重要で、そういった子を種親候補にします。よりブルーが濃い子を選んでいきましょう。妥協せず濃く、妥協せず濃くがポイントです。ちなみに黒容器、白容器だけでなく透明容器でも楽しみますよ。こちらは木口氏に撮影していただいた透明容器でのアイビーブルーになります。こちらは室内での透明容器になるのですが、また太陽光透明容器で見るアイビーブルーが素敵なので、いつかチャレンジして動画をアップしていきたいと思います。こちらは一眼レフで撮影したアイビーブルーになります。掛け合わせについて触れていきます。透明林のブルーを遺伝させていきましょう。こちらはクライムメダカさんに動画提供していただいた透天光バタフライホワイトタイプになります。こちらの透天光バタフライを使ってアイビーブルーバタフライを目指すのもありかもしれません。次に白極ラーメかけプラチナセイガリアルロングフィン、こちらは私の飼育場にいるメダカなのですが、アイビーブルーと掛け合わせることでラメは消えてしまうと思いますが、アイビーブルーリアルロングフィンを目指すのもありかもしれません。白い透明林のリアルロングフィンがお手元にあれば完成が早そうですね。以上、アイビーブルーについて触れていきました。白容器でも黒容器でも、そして透明容器でも楽しめる素晴らしいメダカです。ぜひ機会がありましたら飼育してみてください。木口さん、取材協力ありがとうございました。